全国から集まりました精鋭、ヨット競技の精鋭たちがレースを展開しています。全国9つの水域の予選を突破しまして、このインターハイに駒を進めています。今日は朝から雲も多い時間があるんですが、太陽が姿を隠す時間もあり、そして姿を現す時間もあり、時折日差しの強さも感じますが、やはり灰色の雲が空の中心を占めています。ただ今のところ雨粒は落ちてきていません。今日は1日曇りの予報が昨日は出ていたんですが、朝はほぼ快晴、そして途中灰色の雲が多くなって薄暗くなったんですが、今はまた太陽がその雲をかき分けて姿を現しかけています。朝からレースが行われています。大会の初日、男子420、男子 FJ、 女子420、女子 FJ です。では午前中の第1レース各クラス振り返ってみましょう。まずは発走順に女子の420から振り返ります。この女子420なんですが、非常に接戦となりました。トップ争い、海津、明星、そして光、この辺りが上位につけて、ギリギリフィニッシュラインギリギリまで競り合っていました。女子 FJ 級は1番手で入選したのが高松商業でした。男子の420、こちらは地元紅葉が1番手で入選しました。男子の FJ、 山口の聖光高校が1番手でフィニッシュラインを通過しました。さあ午後のレース、順次行われていきます。
映像は女子の4209のスタート地点です。スタートラインにつけています。女子の4209スタートまであとわずかです。女子4209、23チームがレースに参加します。第2レース、大会の初日です。北海道小樽水産、岩手宮古商業、宮城の塩釜、秋田の本庄、茨城の霞ヶ浦、千葉の磯部、東京の大島海洋国際、富山の新港、石川の羽咋工業、岐阜の海津明星、静岡の相良、愛知の半田、愛知の碧南、大阪の関西第一、兵庫の芦屋、さあ女子の4209、今日の第2レースです。まずは宮古商業が一番手前に見えます。北海道の小樽水産、福岡の西南学院、鳥取の境、その奥に千葉の磯部、そしてセールナンバー55477、東京の大島海洋国際です。セール番号55420、富山の新港、その後秋田の本庄です。55562、すぐ近くに高松工芸が来ました。さあ女子の4209、すでにスタートが切られました。さあこのカメラを搭載したボートがゆっくりと選手たちを追っていきます。
映像は今一番近くを走る小樽水産を捉えています。セールナンバー55467、北海道からの出場、北海道水域代表の小樽水産です。その向こう神田石港、さらには茨城の霞ヶ浦が見えます。指定セールナンバー55628、別府青山のヨットです。今画面の左から右に入ってきました富山の新港。富山の新港の進行方向には小樽水産、小樽水産の右側を回り込んでコースを取りました。山口の光、その後ろに秋田の本庄、秋田の本庄の向こう側に大阪の神田一港です。神田一港の後ろ、別府青山が続いています。さあ、女子の4209の第2レース、大島海洋国際が今方向をタックをしてまたコースの位置取り考えています。女子の4209チームと選手の紹介です。北海道水域小樽水産高校、3年生の阿部と吹上、セールナンバーが55467、そして東北宮古商業、3年生の木村若菜、3年生佐々木あずさに佐々木歩美、2年生の佐々木かなみ55741、宮城の塩釜、3年生阿部、本郷、渡部、相原54606、秋田の本庄、3年生佐々木、斉藤、三浦、佐々木エリカと佐々木優香55562、茨城の霞ヶ浦、3年生の斉藤と福田、2年生の宇田川がエントリー54626、千葉の磯部、2年生4人エントリー、石井、森田、高田、富山55700、北信越、富山の新港、3年生高島、2年生3人、小林、和渡、堤55420、石川の白衣工業です。3年生中谷、岡本、1年生大津、小作55060、岐阜の海津明星、3年生花井と水谷、2年生小岩と堀畑54677、静岡の相良、3年生の山田と紅林55056、愛知の半田、2年生の杉野、野武、佐藤54689、愛知の碧南、3年生の加藤と兵道、1年生の黒川と清水54743、関西第一、3年生田中と高野54630、兵庫の芦屋、3年生南野と工藤、2年生の佐藤と西村54776です。鳥取の坂井、3年生の田村、2年生の池口と渡辺、1年生の日野、セールナンバー54752、山口の光、3年生の2人、中村と森と、1年生の藤井と三森54631、香川の高松工芸、2年生の池と黒川55075、高松商業は3年生松本と多田、2年生の大丸に1年生の長岡がエントリー55066、西南学院です。女子4209、2年生の井上と塩井、1年生の黒田と花田55770、佐賀の原津西、3年生の増本と姫野、1年生の鶴田55506、別府青山大分です。3年生の赤峰丸山、2年生白石山下55628、
沖縄の首里3年生大城奥永美里55475です。女子4209のチームと選手の紹介でした。女子4209は午後第2レースがスタートしています。映像は FJ9 です。これから女子の FJ9 のスタートの様子をお送りしていきます。すでに FJ の旗が上がっています。青の布地に白い文字、アルファベットで FJ と書かれています。長い音響スタートまであと1分、女子 FJQ 第2レースのスタート間もなくです。見えるのはヨット博威工業、西南学院、霞ヶ浦、高松工芸も見えました。青森の大港。さあスタートラインに女子 FJQ18のチームが出揃うところです。女子420第2レースはスタートしました。続いて女子の FJQ スタートまで1分を切っています。カウントダウン5、4、3、2、1、ゼネラルリコールの旗が上がりました。スタートのやり直しです。ゼネラルリコール、三角の布地、周りは紺、中が黄色で三角、あの旗が上がりますとゼネラルリコールスタートのやり直しを意味します。女子 FJQ はスタートがやり直しとなりました。女子の4209は第2レースがスタート、女子の FJQ 第2レースのスタート地点からお送りしています。ゼネラルリコールでスタートのやり直しとなりました。ここで、一旦運営艇から離れて航行を続けるチームもありますし、スタート地点の近くで回っているチームもあります。インハイ TV 全国高校総体インターハイ和歌山で行われますヨット競技の模様を生中継でお送りしています。会場が和歌山市県の和歌山セーリングセンター、ナショナルトレーニングセンターが設置されているところです。向こう10年間ヨット競技はインターハイこの和歌山で行われます。和歌山セーリングセンターからお送りしています。さあ女子の FJQ スタートがやり直しとなりました。もう一度仕切り直しです。女子の4209はすでにスタートしました。女子の FJQ18 チームが出場、青森の大港1708、岩手の宮古商業は1744、宮城の塩釜が1777、茨城の霞ヶ浦が1780、千葉の磯部が1323、石川の博威工業1324、静岡の相良1576。さあ FJ の旗がまた上がりました。愛知の半田604、愛知の碧南が1496、兵庫の芦屋1656、兵庫の啓明学院1713、岡山の奥1631、香川の高松工芸1541、高松商業1642、西南学院が3、福岡です。大分の別府青山1779、宮崎の日南新徳2711、宮崎の宮崎海洋が868です。さあ女子の FJQ 第2レースのスタートやり直し、大分の別府青山笑顔でスタートラインに向かいます。
愛機が上がりました。規則 30.1 を適用する愛機です。黄色の布地、真ん中が黒丸になっています。 FJ 機の横に愛機が掲げられました。風の状況が今入ってきています。6ノット風の強さ、そして風軸が定まればスタートがスムーズにできます。愛機が上がりました。運営艇です。女子の FJ 級第2レーススタート間もなくなんですが、一度やり直しになりました。女子の4209トップ艇が開港したという情報が入ってきました。すでに女子の4209は第2レースが始まっています。今映像でお届けしているのが女子の FJ 級第2レースのスタート地点です。茨城の霞ヶ浦です。320度5ノット風の状況です。女子の FJ 級のスタートを待っています。ではこの待ち時間を使いまして女子の FJ 級チーム紹介です。青森の大港、3年生の立石と東谷、2年生の小林と麦沢エントリー1708。岩手宮古商業3年生小成、鈴木、平山、佐々木1744。